皆さんこんばんは、先ほど、配信させていただきました第1部に引き続きですね、第2部の、配信となりますけれども、クロニクルチャンネルということで、明日がですね B ブロック5分部門 B ブロックの結果発表ということで、一部に引き続き、B ブロック、参戦しているクリエイターの皆さんに、ご出演いただいております。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、では、この第2部はですね、例えば3組の皆さんにご出演いただいているんですけれども、順番に、自己紹介とそれから今回の作品の PR をお願いしたいと思います。ではまず、ワンチームレジェンドの岩井さんからよろしくお願いします。はい、どうも、ワンチームレジェンド代表の岩井洋平です。僕は普段はパフォーマンス集団シロ A という、チームで、プロジェクションマッピングとダンスを掛け合わせたパフォーマンスを、世界とかあと東京でもやってました。で、このコロナ禍でちょっといろいろ難しいところがあって、新事業ということでいろんなことを始めている中でこのワンチームレジェンドを立ち上げました。でですね、このワンチームレジェンドの紹介なんですけど、メンバー全員が男子新体操のメンバーで構成されています。青森山田高校という高校と、あとリオオリンピックの閉会式でもパフォーマンスしていました青森大学の、生徒を、まあ、卒業した生徒で、まあ、結成されています。で、まあ、今年の感染症の影響によってですね、プロ活動と、まあ、高校生も多いんですけど、僕のチーム、アマ問わずエンターテインメント業界、そして芸術スポーツ業界においても、表現者たちの活動の場がなくなりまして、まあ、その人たちの救済、まあ、僕も含めて救済するために、まあ、発表の場を作るためにこのチームを作りました。で、このワンチームレジェンドのパフォーマンスは、AR とか、いろんな技術を持ちまして、最先端の技術と、最高の身体能力を使った、人間拡張をテーマに作品を作っていました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に身体能力半端ない動きと、まあ、それから本当に映像というか、はい、そのコラボレーションという感じで本当にすごい作品になってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。お願いします。はい、では続きまして、きらめきグリッターの皆さんお願いします。はい、きらめきグリッターです。代表の、千尋とあとひとみです。よろしくお願いします。私たちのチームはですね、今回、チーム構成として、小学校4年生、下が4年生で、上が中学校3年生で構成をさせていただいている、まあ、キッズメインの、ダンスチームにはなるんですけれども、コレオグラファーとして私たちが、一応プロデュースという形で入っておりまして、まあ、キッズダンスというか私たちと、キッズダンスとパフォーマーとっていう感じでメインでやらせていただいております。今回の作品のテーマとしてエビバディワッショイっていう形で、もうタイトルから見た時にみんなにこう元気を届けられるような、見てる人が、もう気持ちいっぱいになるようなっていう形で、まあ、このコロナ禍もありますし、まあ、作品を通して、楽しいだったり、まあ、プラスの気持ちをどういうふうに伝えられるかっていうところを今回メインでちょっと考えさせていただいて、まあ、私たちずっとレジェンド、東京の時からずっと、挑戦をさせていただいておりまして、昨年はレジェンドユニバースの方にも挑戦をさせていただいているんですけれども、まあ、とにかく情熱とか、熱い心っていうのをテーマにずっとやらせていただいておりますので、そこを変わらず動画に表せていただいて、まあ、ちょっと動画編集っていう部分ではすごく初めての部分でまだわからない部分もたくさんあった中なんですけど、とにかくダンスと、まあ、プラスアルファで、映像を通してこう見てる人たちに元気が届くような作品を作らせていただきました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にキッズダンサーのパッションが本当に伝わってくる作品に、なっていると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。今後ろの背景になっているのは、はい、これはあ、チームロゴです。お、初めて拝見しました。はい、あ、そうなんです。チームのロゴが、今回から、今年度からチーム化をさせていただいて、メンバー全員で今23
にで構成をさせていただいておりまして、今出演させていただいているメンバーをもうきらめきグリッターとしてチーム化させていただいて、はい、ロゴを作らせていただきました、はい、します活動に皆さんありがとうございます。はい、はい、ではお待たせしました、ブレイクダウンブレイクスクール、はい、代表の室町さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、舞踊団ブレイクスルー代表の室町です。よろしくお願いします。すごい仕込みが、もともとはですね、まあ、僕自身は、VR 活用を、まあ、世に社会課題がたくさんある中で、VR、遠隔でなんかいろいろできないことがいろいろ人々あると思うんですけど、まあ、それを VR で解決しようをテーマにいろいろ日頃活動している個人事業主です。で、まあ、本当に余興の一つだったんですけど、もともときっかけは、日本ど真ん中祭りっていうよさこいのお祭りがあって、でそこでオンライン開催になったのを見て、あ、じゃあこれを VR で踊った踊りを、まあ、全て VR で打ち合わせから踊り、本撮りまで全部完結させてやるチームを作ろうというところで、まあ、チーム集めをしてしまして、30人ぐらい集まってチームを組んでやってみました。で中にはですね、やっぱり、まあ、ついついやっぱこういうテクノロジーが絡むことになると、やっぱ人間の本来持っていたその温かさ的なものを失ってしまうようなイメージがあるかもしれないんですけど、全く逆で、同じ空間にですね、同時にみんな集まって、毎日のように全然離れた場所に住んでるんです。北海道から、下は九州までいる中で、全員同じ場所に毎日集まって練習をして、立ち位置も決めて、中にはちょっとピリッとした空気もあるような、まあ、そんな、まあ、人情というか、まあ、人間関係もありながらやっていくっていうところが、温かさをそういうのをテーマに、まあ、世に知らしめたいなっていうところがありまして、活動が生まれたきっかけとなっています。はい、以上です。よろしくお願いします。お願いします。もうなんかいろいろお伺いしたことがいっぱいある。あ、そう、ごめんなさい、まとまらなくて、今映ってるのも、鏡張りの部屋とかを VR 空間に作ってみんな練習したりしています。すごい、はい、打ち合わせの景色とか、ね、全部その VR 上でそうですそうです。もう皆さんほぼほぼその30人の中にはお会いした方は僕2人ぐらいしか知らなくて、みんなお互いの姿を知らない中で、 VR の、まあ、今僕がこの姿ですね、皆さんほぼほぼこの姿しか知らないですし、僕も皆さんの名前を聞いたら、そのアバターの姿を想像する、そういう関係性で未来だな、はい、未来だな。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今まで見たことない作品になっているかと思いますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございま す。はい、ということで、3組の皆さんにまずご紹介と PR をお願いしたんですけれども、本日ですね、先ほど、一部から続きまして、ご出演いただいていない皆さんもいらっしゃいますので、簡単に僕の方からご紹介だけさせていただこうと思います。3組にはちょっとお待ちいただきまして、ちょっとサイトの方画面をですね共有しますので、そちらでご紹介していきたいと思います。皆さん見ていらっしゃいますでしょうか。はい、5分映像作品部門 B ブロックエントリー作品ということでですね、頭から順番にご紹介をしていきたいと思います。はい、まずドルトさん、あ、見せて、はい、後継ということでドルトさんの作品です。 A ブロックの方にも、参加していただいているんですけれども、本田純也さんという照明家の方ですね、ジェネスさんというダンサーさんとコラボレーションして、作られている作品になっております。見ていただくとですね、本当にちょっと音はあれなんですけれども、照明のテクニックを駆使しまくった作品ですね、なっております。ちょっとこちらもまた他と全く異なる作品になっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ドルトさんでした。はい、それからこちらは先ほどご出演いただきましたね、ザ・バンド・エリ
さんですね、ニュースタイルハッスルの作品になっております。こちらは先ほど第1部の方でお話をお伺いしましたので、またアーカイブの方でですねチェックしていただければと思います。ニュースタイルハッスルですね。はい、それから駆け足でいきますね、アンビジョンさん、アンビジョンさんはですね A ブロックだったりとか30秒部門の方にも、いくつも作品出していただいております。こちらもですねテクノロジーと表現、ダンス表現を合わせた作品ですね。アニメーションとテクノロジーが合わさった不思議な作品になっておりますので、ぜひこちらも、Be Human ということでチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、それからですね DHS フィート、川崎品川エトワール女子高校ダンス部の皆さんということでですね、色褪せない1095日ということで、ここの3年間ダンス部の3年間を、題材にした作品になっております。かなり、ちょっと心に刺さるような、作品になっております。こちらの皆さんからですねコメントもいただいておりますので簡単にご紹介させていただきます。今年はコロナ禍の中2020年5月にダンスハイスクール DHS ですねが ABEX マネジメント所属アーティスト LOL さんとタイアップしたオンライン PV 企画 LOL Like That High School バージョンを発表し、その企画にエントリーしてくださったのが品川エトワール女子高等学校のダンス部の皆さんでした。そんな中レジェンドクロニクルの企画を知り、一つのご縁つながりコラボレーションという形で挑戦させていただきました。今だから今しかできない映像作品を品川エトワール女子高等学校ダンス部の皆さんと制作できたことを本当に嬉しく思います。5年後10年後にこの映像をもう一度見たとき、当時の思い出が蘇り、また今とは違った感情が出てくると思います。だからこそ、出演いただいた高校生たちにとっていつまでも大切にしてもらえる映像となっていれば嬉しいですということでした。そうですね、ダンス部の皆さんの心が現れている素敵な作品になっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、そうしましたら、皆さんの作品を飛ばさせていただきまして、はい、翔太さん作品ですね、レボリューション Be My Safe ということでですね、こちらニューヨークからの参加ですね。ちょっと裏で映像させていただきますが、ニューヨークで活動されてますダンサーさんですねの、まあ、ソロ作品になりますけれども、かなりキレのいいダンスをかっこよく映像で見せていただいております。もしかしたらですね、今日の配信途中から参加していただけるかもしれないので、またご出演いただいたらお話をお伺いしようと思いますけれども、かなりかっこいい作品になっております。こちらもチェックしてみてください。はいはい、それから、あ、ごめんなさい、はい、小結さんの作品ですね、 Nothing All Can Stay ということで、こちらはですね、見ていただきますと部屋の中でですね椅子を使った、作品になっております。衣装も黒で統一していただいて、白と黒のイメージが印象的な素敵な作品になっておりますので、こちらもぜひですね素敵な構成見られますので、ぜひチェックしてみてください。はい、どんどんいきますね。よいしょ。はい、真帆高山さんの作品になりますね。こちらも簡単にちょっと後ろ、はい、衣装はシンプルになっていますけれども、かなり感情を込めた、ダンスですね。それから、まあ、カット割りというか切り替わりなんかもうまく使って、素敵な作品になっておりますので、ぜひこちらチェックしてみてください。はい、それから、YDK アパートメントの作品 SNS なんですけれども、こちら、YouTube の方がちょっとブロックされてしまっておりますので、サイトの方ではですね、IGTV のリンクをつけさせていただいております。
ちらもですね、本当にコロナ禍で、作られたみたいなんですけれども、SNS ということで、まさにこうリモートだったりとか SNS の特徴をですね、うまく活かしていただいた素敵な作品になっておりますので、こちらもですね、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、どんどんいきますね。はい、四畳半帝国の皆さんの作品で千鳥足の夜にということですね。はい、四畳半の皆さん A ブロックにも参加していただいたんですけれども、またちょっと違った作品でゆるかっこいいというか、そういった作品になっております。舞台は道頓堀ですかね、お酒をテーマにすごく楽しい作品になっておりますので、ぜひですねチェックしてみてください。それから、はい、ステージ、熊翔子さんの作品になっております、シアター系のスタイルですね、映像編集なんかもかなり、ゴリゴリ入れていただいて、素敵な作品になっております。衣装もいくつも使っていただいて、とてもかっこいい、そしてセクシーな作品になっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それから続きまして、久江さんの作品ですね。はい、こちらは、はい、今ちょっと映像の方も流してるんですけども、ファンキーでおしゃれな、ロッキンのかっこよさというかを存分に生かしていただいている作品になっております。コメントをいただいておりますので、紹介させていただきたいと思います。久井さん、レジェンドも何回も参加していただいているんですけれども、今回参加はどうしようかなと悩んだのですが、映像編集者とのスケジュールもあったので、自分の心に従って参加することに決めました。今までレジェンドの大会のイメージがあり、作るときもその感じに、映像を落とし込もうと、仕掛けました。いや、ちゃうやろって気づき、作品を白紙にし、新たに作品を作りました。今までのレジェンドのイメージ、一新するような作品ですね、ということになっております。個人的には、なので2作品作った気分です。ディスコ世代の人がまた夜に出かけて踊りたくなるような、そしていろんな人たちがアホやなってくすって笑えるような、そんな作品を目指しました。はい、あと映像チェックでは1コマ、あと1コマ前など、踊り出しの画面にこだわり、すごくわがままに対応してもらいましたということですね。他にも、撮影秘話なんかもいただいておりますので、紹介させていただきます。女性役のパンティーの紐はティーバッグではなく、普通のパンティーにティーバッグ風に見えるように紐がついたものですということで、そこもですね、ちょっと皆さんチェックしてみてください。あ、ちょうど今流れてるところですね。はい、今回はカットしているんですけれども、オカマ役の子にもパンティの紐を見せるシーンがありましたということで、実は同じパンティの使い回しをしていますということで、ちょっと裏側ですけどもね、そんなところも、見ていただければと思います。はい、ちょっとやりすぎたかなと思いましたけれども、気にしてないふりをして、それしかないから履いてということで、先輩の力でご利用して、履かせたということですね。はい、ぜひちょっとその辺もこだわりだと思いますので、皆さんチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、それから、バンバンいきますね。なんせ33作品ありますからね、本当に皆さんにさ、参加していただいて感謝なんですけど、向上さんです。はい、ワンナイトということですね。クラブのようなところですかね、おしゃれなバーみたいな、ロケーションでかっこよく踊っていただいております。皆さん素敵な衣装で、おしゃれに踊っていただいてるんですけども、僕の推しポイントとしては後半に向上さんのソロがあるんですけども、そこがかなりグッとくるポイントなので、チェックしていただければなと思います。はい、向上さんでした。はい、それからしょうやん×火炎軍の皆さんの作品です。こちら、ライオンキングつなぐということなんですけども、ライオンキングをテーマにですね、作品作っていただいておりまして、もうロケーションがとにかく素晴らしいですね。海辺で撮っていただいているんですけども、
まあ、山だったりとか、いろんなロケーションが登場して壮大な作品になっておりますので、ぜひこちらチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、それからダバードの皆さん、お二人ですね。こちらの作品もですね、すごい大自然というか草原の中で捉えておりまして、もうすごく、まあ、かっこいい作品になっております。ダンスもすごくこういろんなカットを使って、見せていただいておりますので、ダバードの、マザーアース作品ですね、チェックしてみてください。はい、それから続いて、グッドケチャップさんですね。ここに咲く思い握りしめてということで、素敵な、青春というかですね、男女2人の思いがこう、作品に表現された青春の作品になっておりますので、すごく映像も綺麗で、ストーリー仕立ての作品になっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。どんどん行きましょう。まだまだいっぱいありますね。ちょっと皆さんお待たせしてまして申し訳ないんですけど、どんどん行きます。はい、シャネムクルーの作品で、シャネムクルーそのままですね、すごく本当にもうストリートバキバキのロケーションだったりとか、振り付けだったりとか、衣装だったりとか、かっこいい作品になっております。スモークもバッチリ焚いていただいて、まあ、しかも、まあ、ワンショットというか一つの画面でこうどんどん切り替わっていく構成もかなり、見どころだと思いますので、皆さんチェックしてみてください。はい、それから、あ、こちらは、デュアルビスタのお二人の作品ですね。こちらも先ほど一部の方でご紹介をさせていただきましたので、ぜひチェックしてください。素敵な、表現作品になっております。はい、それから、ひとりゆうかさん、ザ・マスクということですね。あの、まあ、最後の曲は本当にあの映画マスクのですね、アナザーパチューコという曲なんですけれども、あの素敵な本当に映画のミュージカルみたいな感じですね、の世界観をしっかり表現していただいたかっこいい作品になってますので、チェックしてみてください。はい、それからシミということで、沢村亮さん、それからカホさんのお二人による作品になっております。お二人の、ダンス作品なんですけれども、すごく寄りだったりとかいろんなアングル、カット割りの作品になっておりまして、ダンスがかっこよく映っておりますので、ぜひこちらもですね、チェックしてみてください。はい、それから、チアフルズ月下美人という作品になっております。それはもう和の世界観でですね、傘なんかも使っていただいて、そしてなんといってもあの色鮮やかな映像になっておりますので、ですね、こちらも素敵な大人の雰囲気だったりとかやっておりますので、ぜひですね、チェックしてみてください。はい、それから、カオリアライブファームの皆さんで、マイアースイズ、ブリーディングということで、まあ、環境問題ですかね、を、テーマに、撮っていただいているんですけど、まあ、浜辺でですね、もう本当にハイレベルなダンスと、それから映像編集というか、驚くべき作品になっているかと思いますので、ぜひ皆さん、こちらもチェックしてみてください。はい、それからちびあやさんですね。こちらも先ほど第1部の方でもご出演いただいたんですけれども、光るこの玉ですね、に、思いを込めて作品作っていただいております。ぜひチェックしてください。はい、あともうちょっとです。先ほど、1部の方に言葉さん、ご出演いただきましたけれども、レイントレインということで、レイントレインの皆さんで、レイニーデイという作品ですね。こちら、撮影から編集、ですね、ロケーションなんかもこだわった、素敵な作品になっております。ぜひチェックしてみてください。はい、それから、いつもと違う、夏、こうちゃん青空ファービーの
参加の作品です。こちらあの A ブロックの方にもですね参加していただいたんですけど、残念ながら進出ならずということで再エントリーですね、ブラッシュアップ、していただいているルールもあるんじゃないかと思いますので、そこら辺も違いを見ていただければすごく楽しめるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。はい、それから、よう上野さん、6畳一間ということで、ようさんもですね他のブロック、A ブロックの方にも参加していただいているんですけれども、今回はお一人でということでですね、まさに6畳一間の中でこう男っぽく素敵な作品になっておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、それからそっとほっとあなたということでですね、もちゃとかなえさんの作品ですね。こちらは、基本的に多分リモートメインで作っていただいているんですかね、お部屋を舞台にしていただいて、時々、外のロケーションで、気持ちいい素敵な外のロケーションの中で踊っていただいたりしますけれども、こちらも素敵な作品になっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そこですね。はい、こちらしのさんの作品ですね、 I'll give it to you ということで、はい、こちらはあの本当に楽しそうに、まあ、映像、編集なんかもしていただいたりとか、ダンスされている方もマスクをつけているんですけれども、目でですね、まあ、楽しい、感じが伝わってくる、そんな素敵な作品になっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それから、杉田さん作品ですね。はい、こちらはですね、まあ、ロケーションが本当に素敵で、それから衣装、まさにチャイニーズといった雰囲気の作品なんですけど、踊りもバキバキになっている、形なんですね。ぜひですね、こちらもチェックしてみてください。はい。はい、それから誠さんの作品ですね。はい、こちらはお一人で基本的には踊られている作品なんですけれども、まあ、ちょっとストーリーというか、もありまして、がっつり一人で、踊っていただいております。まあ、ちょっとこちら物語の方と合わせてですね、楽しんでいただければと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それから、奈良沢田さんの作品で Painting Dreams ということでですね、はい、こちら最初はモノクロの作品なんですけれども、はい、お部屋の中でどんどんこう色が塗られていく、そのアーティスティックな楽しい作品になっております。その変化みたいなところもちょっとチェックしてみていただけるとかなと思いますので、ダンスともに、楽しんでいただければと思います。はい、ということで、すみません、皆さんにお待たせしていただきますけれども、駆け足でご紹介をさせていただきました。はい、では改めて、お三方、先ほどの皆さんにお話を伺っていきたいと思いますけれども、今ですね、ざっくりバーッとご紹介させていただいたんですけれども、A ブロックから通しまして、他の方の作品で中で気になった作品だったりとか、まあ、今日、ご出演いただいて皆さんにこう質問したいことだったりとか、そういったところがあればぜひ挙手制でお話を伺いたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。はいはい、では岩井さん、はい、お願いします。はい、まあ、ブレイクスルーさんに、僕らも結構テクノロジー使ってる、結構僕らも集団でプロジェクションマッピングとかすごい V なんていうんですかね、その VR というか、はい、すごく面白いなと思うんですけど、それのキャラクターとかはオリジナルでみんなデザインしてるんですか。あ、そうですね、僕は今着ているのはこれはオリジナルなんですけど、中には、もうアバターを作るクリエイターさんがもう 今世の中にたくさんいて、そこから、受注して、作ってもらうっていうケースが結構多いです。ダンサーさんが着ているものは大抵そういうものだったりします。でも途中でみんな同じ姿になったりする場面があるんですけど、あれは中に、まあ、今回一人アバターのクリエイターさんに、ジョイン参加いただいて、
あの共通アバターを作ってもらった感じになります。はあ、なるほど。ありがとうございます。なんかあの一番最初にちょっと気になったんですけど、アバターはこう着るっていう表現なんですか？ああ確かに。うん、まあ、いろんな感覚があるんですけど、はい、やっぱり、ごめんなさい、ちょっと長くならないようにしますけど、あのやっぱ自分の理想の姿になるというか、いろんな人がいると思います。理想の姿になりたいとか、もう一つの人格を持ちたいとか、あと僕はなるべく自分、まあ、顔はもうちょっとひげ面ですけどもあの、まあ、自分のイメージに近いキャラクターを使いたいなっていう意識をしてきたりしてます。中にはあの可愛い姿になりたいとか、かっこいい姿になりたい、いろんな人がいます。なるほど、なるほど、です、はい、ありがとうございます、はい、すみません、こんなこと。はい、きらめきさんとかいかがでしたか、他の作品。そうですね、私はまあでも、あとしょうやんさんの作品はやっぱこう同じ世代というか、出てるメンバー構成の年齢層がちょっと似てるので、すごくなんかちょっと意識をしたというか、あ、すごいなっていう風なのをちょっと率直に感じました。はい、そうですね、しょうやさんとかはちょっと前からもう映像作品撮られていて、はい、大阪の方の門真国際映画祭という、うん、映画祭があるんですけども、そちらの方のダンス部門の方にも出展されてたりとか、いくつか作品ですね、他の作品もありますので、ぜひそちらもチェックしていただければ。うん、はい、ありがとうございます。はい、逆にブレイクダウンの室町さんから見て、はい、他の、まあ、作品ですね、見られてこうどういう印象を受けられましたか？なんかちょっと僕の話で申し訳ないですけど、やっぱり最初に今回ダンスイベントに参加するにあたって VR でやるっていうところを主軸に置いてやってきたので、なんていうんだろう、その VR の中でできることを考えてきたんですけど、ワンチームレジェンズさんだったり、最後の後半紹介いただいたそのペイントしていくチームでしたっけ、はい、ああいうなんかやっぱテクノロジーというか映像技術を使って表現の幅をやっぱ膨らましてるんだなっていうのを見ると、なんかすごいなっていうあの先ほど褒めていただいたんですけど、僕のフォーコスなんかいろいろだから、すごい感性を刺激させられたというか、とても楽しいイベントだなと思っています。なんか逆にそのリアルな、まあパフォーマンスではできない部分みたいなところで、はい、今回の VR の作品の方見どころだったりとか、ここをぜひ見てほしいみたいな部分ってあったりしますか？あ、そうですね、編集の中では、やっぱ、曲をその空間の中に埋め込んでるんですけど、それを再生ボタンを中に作ってポチッと押すと、ラジカセみたいなのがあって、押すとみんなに聞こえるようになるですね、空間の中で。でそういうのを作る人がいたりとか、でその曲に合わせて曲の例えば、1分何秒になったら星がきらめくとか、1分何秒になったら、上から桜が散ってくるとか、そういう編集をする人がいて、うん、VR ならではのその奥行きがある、空間を最大限に使えるっていうところが面白いなって思います。そこを見ていただきたいです。あとは一番最後にみんなお疲れ様っていう一幕があるんですけど、あの中にちゃんと人がそれぞれいたんだよっていうところは、ちょっとなんかこれからのちょっと時代の可能性感じさせるような感じていただきたいなっていうところです。なんかバーチャルだけど、まあ、はい、リアルなんだよというか。あ、そうですね。やっぱり、僕の友達だったりとか、その知り合い、 VR 上の知り合いっていうのはその姿でこそその人が成り立っているので、その人が目の前に空間上にいるのであれば、その人はその子にいるんだよ。なんかちょっと概念的な話になってしまうんですけど、はい。今ちょっとまあどういうふうに作られたのかとかも伺ったんですけれども、まあ、今回の作品、作るにあたって、まあ、こういうエピソードあったよとか、こんなところ大変だったよみたいな、制作秘話みたいなのがあればぜひ伺いたいんですけれども、ワンチームレジェンドさんいかがですか？あ、そうですね、僕たち普段っていうか、もうこの時だけ集まったチームだったので、
練習2日3日とかしかできなかったんですよ。すごい。で本当こう青森山田高校っていう高校生が、4人と僕が宮城と、もう一人ブルー東京っていうそのダンスのチームの人1人4号、あとブルーアスリートっていうその青森大学でやってる子2人で、まあ、普段みんなバラバラでやってるので、まあ、チームも一緒じゃないですし、まあ、でもまあやろうって言ってなって、で青森に無理くりみんなで集まって、で2日3日バーって2時間、1日2時間ぐらいずつ練習してフリーレしてやったんですけど、撮影日が9時から夜9時からしか使えなかったんですよ、学校の施設だったので。なるほど。で、まあ、2時間ぐらいで3分の目出し終わるかなと思ってやってたら、まあ長くかかって、結局高校生たちも深夜 2,3 時ぐらいまで使っちゃったりとかして結構アクロバットでなんかやって、もしやってる人なら分かると思うんですけど、ぶさ刺さりそうになったりとか眠くて感覚狂って死にそうになったりとか結構いろんなアクシデントありつつも、まあでもまあでき作った作品で、まあそういったまあ意味でもなんか面白楽しくやれた制作でしたね。はい、でも本当に一本間違えるとちょっと怪我されたりとか、うん、あもう本当に一人一回これやべえなって落ち方したのがいて、でもケロッとしてたんですけど見る人が見たら首折れるんじゃないかみたいなベキーみたいななすだこいてでもまあ体操選手はあるあるなんで別にあれなんですけど、まあ、面白かったですね。なんかもう他の作品とは違う、ここが見どころというか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、そうですね、まあ、僕たちやっぱダンサーが2人しか入ってなくて、他6人がダンスとかやった、まあ新体操ってジャンルがまあちょっとジャズ寄りではあるんですけど、普段カウントで演技やらないので効果音に合わせにいくみたいな振り付けのやり方なのですごく難しいんですけど、逆にそれが息合ってたりとか、その短い時間でも合わせれる秘訣だったりとかしてて、その要はシンクロがすごく、まあ、映像もそうなんですけど、新体操ってすごく映像とか人同調性が見やすいので、まあ、そこがすごくこの作品の見どころになってますね。うん、ちょっと、まあ、映像作品ではあるんですけれども、その身体能力、身体表現の凄さみたいなところが、そうですね、見どころですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ひらめきさん、いかがですか？うちはそうですね、めちゃめちゃ多分なんかそもそもあんまりオンラインというか映像を撮ることが全然なくて、なのでなんかこう舞台用というかオフラインでずっと戦い続けてきたから、がこう自分たちが目で見ているものと映像で撮ったものがこうちょっと違ったりとかして、なんかうまくこう熱量が伝わらなかったりとか、あとはなんかこうまあ、結構そのさっき危険だったっていうのを聞いてたんですけど、私たちもそのめちゃめちゃ暑い時になんか撮ったんですけど、あれ中にロンティー着ててプラス学ランも着てて、でなんかもう風も通さないようなところで撮影してたんですよ。でもうその日一日で撮るしかないから、もう 6,7 時間ぐらい撮ってて、もう休憩も全然なんかこうなかなかちょっとしか撮れなくてみたいな、もう最後の方ぶっ倒れちゃった子とかもいて、やっぱりまあ子供たちなので、まあ、前回のレジェンドのあのレジェンドユニバースの練習の時にもあの衣装のせいでかなり結構みんなね過酷すぎてぶっ倒れちゃった子とかいたんですけど、そういうことで本当に最後の1回とか多分全員一応いるんですけど、もう直前までなんかこうもう本当に倒れてましたみたいな子はもうラスト1回もう命がけで踊るみたいな感じだったんで、そうちょっとその辺は結構きつかったんですけど、やっぱり、うん、なんかこれ通してなんかこう見えた発見とかもすごいあったんで、なんかこうあこういう風なところまで気にしなきゃいけなかったんだとか、あもっとこういう風にここ撮った方が良かったねとかっていうのを本当にすごいたくさん勉強になったなっていう期間でしたね。だから私たち的にもただなんだろう、これをするだけじゃなくてなんか、うん、VR の人とかもそうやっぱすごいなと思って、その一つのものを作るってこんな大変なのっていうやっぱりその本当にただただダンスするだけじゃやっぱりなんかこうエンターテインメントって作れないなってすごい感じました。
ね、大変だったよね。本当にもう今あの33作品審査員が血眼になって審査してるんですけど絶対そうですよ、ね、見るだけでもまあ 2,3 時間とかしっかり見てるとかかっちゃうんで、それをもうこのハイレベルな作品たちをもうどう評価していいのか、やっぱりあの方向性ももうまあ今日お三方なんかもう本当に全く別の3作品ですけど、まあ映像作品のまあ可能性というか無限大だなっていうのも感じつつ、どう評価したらいいのか大変だなっていうふうには思いましたけれども、なんかあの三方にお伺いしたいのは、こうまあ他の作品を見られて、あこういう作品いいなというか、こう映像のこういうところがいいなっていうのをもし何か感じた部分がもしあったらちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども。そうですね、僕はあの香りアライブファムさん、まあ、香りさんがもともと知り合いなんですけどのところの作品がやっぱ日本で撮ったのにめっちゃ異性感というか違う星感があって、なんかまあ色合いとかも調整とかもすごくこだわったんだろうなって思いますし、なんか、うん、まあ、あとやっぱダンス技術も、まあ、レジェンド東京で優勝してるだけあって、やっぱすごくチームの技術が高くてすごく勉強になりましたね僕は、はい。ブレイクダウンさんはいかがでしたか。なんか僕のチームのところはまたちょっとどっちかというと見たり楽しく踊るっていうような作品になってるんですけど、うん、参加チームさんの中にはやっぱちょっと暗いじゃないな、緊張感のある雰囲気を作られている作品の方がおられて、で、なんて言うんだろうな、こうやってオンラインになるとどうしてもライブイベントで表現できないその臨場感的なところがなかなか難しくて、多分アーティストの方ってすごい悩んでらっしゃると思うんですけど、あそれを表現してその平面の映像ですけど、なんかちょっと唾を飲み込んじゃうような思わず、そういう演出ができるのをちょっと見て、ああなるほどっていう場面がたくさんありました。ひらめきさんいかがでしたか。そうですね、なんかそもそも周りの人たちの、撮影のてか編集とかも含めての技術が高すぎてちょっとなんかすごい見て学ぶみたいな感じで逆に学んでしまったんですけど、なんかやっぱストーリー性があるとすごい、なんかダンスって表現っていうのが、まあ、今回のレジェンド東京のこうテーマではあるとは思うんですけど、なんだろう、ダンスの可能性がこんなに広がってるんだっていうのをちょっとこうすごく見て感じて、なんかがむしゃらに踊るとか、まあ、その技術的に見せるっていうものだけではなくて、やっぱ映像を通してなんかこうどの作品もこう映画見てるみたいな、こんなにストーリー性感じるダンスってあるんだっていうのをちょっと見て感じたので、なんかそれは逆に映像作品だからこそ出せる空気なのかなっていうのはすごく見て感じました、うん、結構今回2部門開催があって、30秒部門と5分部門ということで、まあ、30秒部門はまた違ったこう面白さだったりとか難しさ、うん、30秒の中でこう完結させてうまくまとめるっていう難しさがあったりとか、5分部門は逆に多分舞台で見るよりもさらにこう集中力を求められるというか、うん、引き付け続けないといけないという難しさが結構あるみたいで、やっぱりそこら辺こういろんなテクニックがそれぞれ見せ方があるんだなっていうふうには僕も感じましたね。はい、じゃあちょっともうお時間も迫っておりまして最後の方になるんですけれども、皆さんにぜひ伺いたいのが、賞金ゲットしたら何に使いたいかというところ今まで皆さんにいろいろお伺いをしていて、いろんな個性的なお答えもいただいているんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。お答えいただける方からぜひ。賞金、現実味がないから。岩井さんいかがですか。僕、まあ、チームのメンバーがバラバラなので、まあ、分配、まあ、いただけたら分配しちゃうと思うんですけど、まあ、まとまったお金は青森はお寿司が美味しいので
最高級の大間のマグロでも食いに来た。あ、なるほど。旅行をしながらみたいな。がいいですかね。ひらめきさんいかがですか。そうですね。うちもやっぱチームメンバーみんなもう日々めちゃくちゃこう努力す、まあ、してくれてるので、なんかこうやっぱご褒美に、はい、なんかこうみんなで。ちょっとこれを今言っちゃったら多分それを求められると思うんですけど、でなんかご褒美にこう寄ってあげたいなっていうのと、まあお父さんお母さん、まあみんな協力、やっぱ家族みんなで協力してくれてるので、もう家族みんなでちょっと楽しめる空間作ってあげたいなとは思います。はい、キツミラさん、ぜひ楽しみにしていてください。そういう気がする。はい、僕のチームも、30人いるので、まあ、みんなで分配する話になるんですけど、面白いのがやっぱり、どんな形なんですかね、みんなで飲み会をするのか VR 上で分からないんですけども、僕はですね、やっぱり、まあ、VR たしなむ一人としてまた新しい最新の機材を揃えてですね、また、まあ、チームのみんなで新しい表現をしたりとか、ちょっとまだ分からないんですけども、そういう新しいことができるように、何か買おうかなと思います。機材ってどういうものがこう あるんですか。あ、そうですね、例えば手を 今手を動かないんですけど、例えば手を動かすため そのセンサーをがあったりとか、あとは、多分想像しやすいんですけど、ゴーグルがあると思うんですけど、ゴーグルもどんどん新しいのが出てきていて、でそこに映像がどんどん綺麗なものが出てきています。はい、それが欲しいですね。皆さんで集まって、はい、VR 空間で集まって Zoom 飲みとかじゃないレベルですよね、もう。Zoom で飲み会よりも VR 飲みの方が回数は多いです、僕は。すごい。そこにお酒とかもあるんですか。はい、居酒屋みたいな部屋があって、そこでビールを持ったりとか、あとはクラブみたいな部屋もあって、で今回のダンサーさんもそうなんですけど、そこで日頃踊られてる人たちばっかなんですね。デイベントがあって、そこでみんな踊られてるようです。すごい。なんかそういうのって、アバター持ってない我々でもこう見に行けたりとか参加できたりとかするんですかね。あ、できますできます。もう最近は、パソコン1台で、ゴーグルが持ってなくても入ることができます。平面ですけど中に入ることができます。なるほど。ちょっとなんて調べたらなんか出てきたりするんですか。どうしよう、ごめんなさい、ダンサーさんの検索になっちゃうんですけど、シャープ MSS と、MSS、あ、でちょっと待ってください、 MMS かな、MMS と出てくるかもしれないです。ちょっと。すごい。あ、ちょっと違うのが気になりますね。どうしよう。ごめんなさい。その VR の世界を知ってもらうには、VR チャットと、VR。で CHAT とハッシュタグ入れていただけると、はい、そこにその VR SNS 上で遊んでる人たちの景色がたくさん見られてます。あ、中に踊ってる人もいますね、ダンス動画を上げてる人もいますね、自撮りをして。ちょっとぜひ皆さんも一度覗いてみると、はい、新たな世界が広がってますので。ごめんなさい、ありがとうございます。ではですね、最後にまあ、明日結果発表となるんですけれども、まあ、20時ギリギリまで、投票視聴しておりますので、皆さんですね、日本のみならず世界の皆さんに向けて最後メッセージというか意気込みがあれば順番にお願いいたします。じゃあ岩井さんお願いします。はい、そうですね、本当に、まあ、こういった機会なかなかなくて、コロナだからできたチャンスだと思ってますので、まあ、僕としてはもう新体操の発展もそうですけど、このオンラインコンテストみたいなのがニューノーマルとなって、まあ、今後も毎年いろんな形で開催されていければなと思うので、その先駆けとして皆さんぜひ一緒に見てる人も盛り上げてくれたらと思います。ワンチームレジェンドもよろしくお願いします。
お願いします。はい、きらめきさんお願いします。はい、そうですね、まあ、映像を通してまだ見たことない、まだこう感じたことのない瞬間っていうのがきっとあると思うので、私たちの映像を通してやっぱりこう見てる人たちに何か少しでも届けられるものがあったらいいなと思うので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではブレイクダウンの野前さんお願いします。映像技術を通してですね、いろんな表現の幅が広がっている、そんな作品がたくさん出てきていると思います。で、僕のチームもその一つになったと思って、ぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、ここまで3組の皆さんに、お付き合いいただきましたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ明日結果発表となります。明日はですね、大会事務局の長浜とともにですね、結果発表、先の解説などをお送りしていきたいと思いますけれども、大会進行に関する重大発表も、配信の中でありますので、ぜひですね皆さん、配信をチェックしていただけると、嬉しいです。はい、ということで、ここまでご視聴いただいた皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひですね、この大会、この5分の B ブロック、もちろんですけれども、この後 C ブロックも、引き続きありますので、まだまだ、5分分の C ブロックはですね、エントリーが11月11日までとなっておりますので、過去発表された作品などでも参加可能ですので、ぜひですね、ラストチャンスかけていただいて、この大会を一緒に盛り上げていただければと思いますので、ぜひ皆さん最後までよろしくお願いします。はい、ということで、以上で本日のクロニクルチャンネル、終わりにしたいと思います。皆さん、最後までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では明日の結果発表お楽しみに。